ブラック、特定したぞ、お前の部屋。こないだの恨み、晴らしてやる。 YouTube の王は、俺だ。ブラック、お前は俺が潰してやる。ブラックチャンネル。眠そうだね。じあ、あ、ちょっと昨晩あまり眠れず。で、また寝た？はどうして眠れなかったの？撮影用に部屋を借りたのですが、お隣がうるさくて。じー、そうなんだ。で、部屋借りてるの？どんなとこ？見てみたい。ここです。ちょっとイメージと違うね。ボロいというか。気分を変えてこういう部屋で撮影してみたかったんです。それで昨晩ここで寝ていたら。うるさじー。昨日隣に誰か引っ越してきたようで、この通り騒音がひどいんです。これじゃ確かに寝れないね。撮影もできないし。なんだか俺ちゃん、隣の人に興味出てきちゃいました。ちょっと会いに行きましょう。じー、なんでそうなるんだよ。お隣さん。はい、なんすか。デュマト。じー、久しぶりだな、ブラック。お隣に引っ越してきたの、デュマトさんだったんですね。デュマトさんについてはお弁当屋さんの回で、概要欄にリンクを貼っておきますね。何の話してんだよ。こっちは撮影中で忙しいんだけど。俺ちゃん隣に住んでるんですけど、ちょっとうるさいなと思いまして。撮影してんだよ。お前も YouTuber ならわかるだろ、少しは騒音も出るって。でもさすがにうるさすぎるよ。じー、撮影なんだから仕方ないだろ。なるほど、撮影なら仕方がないんですね。そういうこと。わかったなら帰れって。バーカ、お前の撮影を邪魔するために引っ越してきたんだよ。ドッキリ。あいつ超迷惑なやつじゃん。ブラック、引っ越したら？ガガガ。そうですね。でも俺ちゃん、本格的にこの部屋が気に入りました。なんでだよ。じー、何か鬼ヤバで楽しいことがある気がします。はい、どうも。アパート大体2階建て、デマトです。現在朝の4時です。なんと俺が引っ越した部屋の隣に YouTuber が住んでたんですね。それがこいつ、悪魔系 YouTuber のブラック。超うざい YouTuber なんでね、1週間連続寝起きドッキリを仕掛けたいと思います。1日目は早朝爆竹寝起きドッキリ。ドアの郵便受けから爆竹を投げ込んでやります。行くぞ。おい、どなたですか？ドッキリ大成功！びっくりしたか？眠いです。リアクション薄っ。抗議しても。デマトの動画見たよ。超ひどいじゃん。1週間寝起きドッキリとか。2日目は8時間耐久壁ドンドッキリ、3日目は深夜にピザが10枚届くドッキリ。じー、やめろって言いなよ。4日目はゴキブリ100匹放流ドッキリ、5日目はロケット花火100連発ドッキリ、6日目は深夜にファン100人訪問ドッキリ。実害出まくりじゃん。こんなのドッキリじゃないよ。かかか。でもデマトさんの動画再生数伸びてますからね、何よりです。それがまたムカつくんだよな。ブラックに迷惑かけて再生数稼ぐなんて卑怯だよ。どれも100万回超えてますからね、素晴らしいことです。でも全部デマトの手柄じゃん。まあ今夜が最後なので。ブラックが行かないなら俺が文句言ってやる。出てこいデマト。なんだよ、うるせえな。やりすぎだぞ。バーカ、ネタだろ、動画のネタ。
これくらいで怒るなんて YouTuber としての覚悟が足りないんじゃねえのか。覚悟ってブラックもなんか言ってよ。デマトさんの言う通りですよ。ドッキリは最高のネタ、大切なのは覚悟です。でもブラック、ちドッキリ最終日、さーてドッキリ最終日、最後までぶちかましてやるぜ。え、ドアが開いてやがる。そーっと侵入して驚かせてやるか。なんだよこの怪物。かかか、びっくりしました。逆ドッキリ大成功です。ジーン、はあ、逆ドッキリ。はい、ドアを開けておけば部屋に入ってくると思いましたよ。そこでケルベロスちゃんで驚かそうかと、うん、俺の1週間ドッキリの最終日に余計なことしやがって。6日間お疲れ様でした。いろいろ仕掛けてくれたおかげでびっくりしてもらえるでしょ、視聴者さんに。今日まで黙ってドッキリ受けてきたのはこのためか。そういうことです。もう十分びっくりしたからよ、引っ込めろよこの怪物、怖すぎるぞ。もう終わりですか。これだけ驚いたんだし、それだか十分だろ。驚いただけで終わり。ネタ、デマトさん、これくらいで怒るって足りないんじゃないですか。 YouTuber としての覚悟。なんだよまだなんかするつもりかよ。それはケルベロスちゃんに聞いてください。そういえばケルベロスちゃん、夕飯まだでしたね。やめろ、近づくな。あ、もちろんですけど、この逆ドッキリの動画、俺ちゃんのチャンネルで公開させていただきますよ。ここまで盛り上がってきてるんで、最終日で再生数がっぽりです。あれ、デマトさんはどちらへ。ガガガ、俺ちゃんが目を離した隙に逃げていっちゃいましたか。皆さんも悪魔にドッキリを仕掛けるときはそれなりの覚悟をお願いしますね。じー、12月15日頃発売の月刊コロコロコミック1月号の漫画では、ブラックサンタの撮影に挑戦します。さらに記事では2022年特大企画の大量スクープがありますよ。ぜひチェックしてくださいね。で、ここはどこなんだ。さあ、俺ちゃんにもさっぱりです。誰だよ。私はあなたたちの大ファンです。ファン、つまり俺と付き合いたいってこと。言われてないですよ。皆さんにはこれからクイズに答えてもらいます。よくわからないが、クイズなんて楽勝だろ。やってやりますよ。確か動画に出てたような。微妙に思い出せねえ。残念、不正解です。消えた。あの、おい、CD はどこにあった。さあ、次の問題はもっと難しいですよ。果たして何人が私の元にたどり着けるでしょう。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。